食はエビスペシャルだからね。エビの好きな食べ物だけを美味しく料理してみました。ないよ。お客様、お怪我はございませんか？よかった。怪我してたら。ここでバイトしてるんだよ。相手があなたでよかった。もしお客さんに当たって怪我させたらどうしようかと思ったよ。何それ？何？心の声って。何よ、めちゃくちゃ気になるじゃない。変なの。あ、今日は何の用？見つからない本があれば探すけど。
か、そうだよね。あなたも大変ね。それで手に持ってるのがその参考書？それ分かりやすいって人気だもんね。うちでも割と売れてるよ。千秋さんは？千秋さんに教えてもらうんじゃないの？教師って言ったら密室で二人なんだよね。それで勉強するんだよね。何が？別に変なことじゃないよ。変なこと考えてるのはあなたの方じゃない。そんなことばっかり考えてるの？だから変なこと。な、何？考えてないよ。バカなこと言わないでよね。あー、お仕事忙しい忙しい。それじゃあ私仕事あるからね。じゃあね。支払い済ませないで持って帰っちゃダメだよ。ちゃんと払ってね。
せば。あるんだけどさ、何の用ってあんたね、これが見えないの？これは何？正解よ。で、あなたが持ってるのは？わかってるじゃない。しょうがないわね。じゃあ、めぐみクイズいきまーす。めぐみは私の名前ね。クイズはそのまんまクイズよ。私はギターを持っているあなたにここでわざわざ話しかけたんでしょうか。暇？それがどうしたの？私があなたを？あなたって面白い人で。お茶ぐらいね。悪くないな。もう一度言ってみなさいよ。上出来だわ。誰が？てめえなんか！蚊がどうした？わかった？じゃあさっさとそこどいてよ。そこ、あたしの縄張りなの。そうよ、あたしの縄張り。
縄張りは縄張りでもこれの縄張りなの。ここは私がいつも弾き語りしてるとこなの。わかったらさっさとどいてよ。何が違うのよ。あんた、ここが弾き語りするのに絶好だと知ってて、俺がギター弾くんだ、みんな俺の歌を聴けって私より先に来て追っ始めるつもりなんでしょ。だったら早くどきなさいよ。ここは落ち着くわね。なんでこの店が私のなのよ。店なんか関係ないってのよ。ただここで私はいつも弾き語りしてるの。だからここは私のものみたいなもんなのよ。わかる？めぐみクイズいきまーす。さて、私は弾き語りしようって時に女ナンパ師に間違えられてとても機嫌が悪いです。賢明なあなたはどうしますか？番号を選んでね。1番、とっととこの場を去る。2番、とにかく私の目の前から消える。3番、